サンティアゴ地下鉄、サンティアゴ地下鉄、サンティアゴ地下鉄は、チリの首都サンティアゴでチレの地下鉄で、南アメリカで最も発展した地下鉄網である。まだ建設中のものを含めると、全部で7つの路線、135の駅がある。サンティアゴ地下鉄は、毎日250万人の旅客を輸送している。1号線、2号線、4号線、4A 号線。 5号線、6号線が運営中。3号線と7号線は建設中で3号線が2018年開通予定、7号線が2025年開通予定となっている。国営企業であるチリ国鉄参加のメトロ SA によって運営されており、公営となっている。中南米の地下鉄としてはメキシコシティに次ぐ規模であり、建設スピードの速さでは中南米1位となっており、 サンティアゴ市の公共交通機関運営母体であるは、大気汚染の改善のために、さらなる地下鉄網の整備に取り組んでおり、によると、8号線、9号線、10号線の計画も進んでいる。2号線、4号線、5号線は、混雑が激しい朝夕のラッシュ時に停車駅を限定して2種類の種別に分ける急行運転を行っている。サンティアゴ地下鉄は、 700万の住民が住む都市で営業している。1975年の開業以来、地下鉄はサンティアゴを大きく変えてきており、地理の中でも重要な建設プロジェクトに位置づけられている。サンティアゴ地下鉄の路線の中にはゴムタイ屋敷を採用したものがある。サンティアゴの人口は1920年には50万7296人。 1940年には107万3699人、そして現在の約700万人と急速に成長してきたことが地下鉄網を建設する計画の大きな要因となった。最初の建設計画は1944年に出されたが、1968年になるまで実行に移されなかった。当初の計画では以下の五路線を整備することになっていた。 1975年9月15日、アウグスト・ピノチェと大統領が、サンティアゴ地下鉄の最初の区間、1号線のサンパブロ・ラ・モネダ・間の落成式を行った。2号線は1978年にロスエロ・エースロ・オバーチェ・間が開業し、また1号線はエスクエラ・ミリタールまで1980年に延伸された。2号線は北へ延伸され、1782年に、 建設され1880年に破壊された軽井、ント橋の遺跡を発見した。ロスエロエスとプエンテカルイカント、かつてのマポーチョ駅の間は1987年に開業した。サンティアゴは1968年以来変化してきており、地下鉄の建設計画も変更する必要があった。ラフロリダが都市内で最も人口の多い地帯となり、 地下鉄もそこへ建設する必要があった。5号線がバケダノからビクーニャ・マケナ通りに沿って南へ建設され、1997年に開業した。5号線は2000年になって西へ延伸され、古くからの市街中心であるプラサゲ・アルマス駅に到達し、2004年には2号線の南北への延伸と5号線の西への延べが開業した。2002年にはプエンテアルトと 都市南東部のレッデメトロを結ぶ4号線と4、A 号線の建設が始まった。2005年の末、リカルドラゴス大統領は政府が5号線のさらなる延伸計画を考え始めたことを述べた。それによれば、サンティアゴでチレの中心から遠く離れた自治体であるマイプまで到達することになっている。現在、サンティアゴ地下鉄には六つの路線、ロメートルの 全長に1十8の駅と12つの乗り換え駅、ロス・ヘロエス、バケダーノ、サンターナ、トバラーバ、ビセンテバルデス、ビクーニャ・マケナ、ラシステルナ、サンパブロ、ロス・レオネス、ニュニョア・ニュブレ・フランクリンがある。2009年には6号線の建設が開始され、2017年に12駅、15.3km が開通した。さらに、2号線の 5km、 4駅の延伸区間と3号線の 21.7km、22駅も2018年から2020年にかけて完成予定で、2017年には2025年、開業を目指して7号線、24.8km、21駅の建設も開始された。これらの建設中の区間がすべて完成すると、サンティアゴ地下鉄は、 総延長 169.5km157 駅の地下鉄網となる予定である。2007年にサンティアゴでチレ都市圏のバス網全体がトランサンティアゴに移管された時点でサンティアゴの公共交通網は仕事に行けなくなった通勤者からの集団訴訟など多くの問題に巻き込まれた。交通計画の担当者は新しい地下鉄の路線計画を 多くのバス路線に見直し、また既存の多くの民営バス会社によるバス路線網を再編成して統一した運賃システムを導入したが、新しいバス路線網の設定が不適切であったことや、投入されたバス台数が少なすぎたことなどにより大きな混乱を引き起こした。この結果、混乱しているバスより早くて時間に正確であるとされた地鉄の電車は非常に混雑することになった。 新しい運賃支払い用カードが導入されたが、こうした問題が解決されるまでバスの運賃を猶予しなければならなくなった。バス網の運営を請け負う民営事業者は倒産の危機が迫っていると警告している。2017年現在、スペインのシーフ、フランスのアルストム、メキシコのの3社の車両が走っている。太字で示されている駅は乗り換え駅、車体で示されている駅、 3号線と7号線は全線が建設中である。路線名のところに示されている方角は、駅一覧がどちら側から順に書かれているかを示している。各駅に芸術が存在する。ウニベルシダでチリエ駅にはマリオトラルにより制作された国の歴史を表現する巨大な壁画がある。バケダーの駅にはモダンアートとコンサートスペースベジャスアルテス駅には マルチメディアアート、サンタルシア駅には、リスボンメトロから送られた、ポルトガルのアズレージョ、ラモネーダ駅には、典型的な地形を描いた、写実絵画、その他多くの駅に、様々なものがある。の NS88、アルストムの NS74、NS93、AS2002、NS2004、シーフの NS2007、NS2012、 a s 2 0 1 4が導入されている。サンティアゴ地下鉄では、乗車券の発売時間は平日は6時から23時まで、土曜日は6時30分から22時30分、日曜日と祝日は8時から22時30分となっている。運賃は地下鉄を利用する時間帯による、オラリオ・プンタ、ホラリオ・プンタ、ラッシュ時。 7時から8時59分59秒及び18時から19時59分59秒は460ペソ、約82円。カワセレートは2009年7月現在、以下同じ、オラリオバレ、ホラーリオバレー、オフピーク、6時30分6時59分59秒、及び9時から17時59分59秒及び20時から20時44分59秒。 週末と休日の全日は400ペソ、約71円。オラリオバホ、ホラリオバージョ、換算時間、6時から6時29分59秒、および20時45分23時は380ペソ、約68円である。65歳以上の高齢者と学生は130ペソ、約23円であるが、オラリオプンタには、高齢者は、通常額を支払うことになっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。